青コーナーより新日本プロレス中西学ぶ入場。まっすぐヘラクレス野人中西学ぶが入ってまいりました。赤コーナーより01佐藤浩平入場。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。中西スペシャルシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー新日本プロレス186センチ120キロ、中西学ぶ。赤コーナー01192センチ105キロ、佐藤浩平。浩平くん。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。表情ってのはね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。させません。スピアに捉えた。あっと、エルボー、キックを打っていきます。この試合、序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両選手ともこのシリーズは調子がいいですからね。フロントからのヘッドロックに移行します。フロントからのキック蹴ってまいります。組みに行きます。投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。掴みます。キックで返します。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。腕をフックします。今や新日本プロレス随一のパワーファイターへと成長を遂げたこの男、中西学ぶ。アルゼンチンバックブリーカーのサインである、あの野人ダンスが始まった瞬間から、リングは中西ワールドに支配された空間となります。今宵も豪快無比な野人ワールドが展開されるのでありましょうか。フロントに捉えます。パンチで返します。チョップがうなってまいります。バックに回ります。リバースで切り返した。ボールを返します。ローキック、腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。蹴りを見舞ってまいります。チョップであります。行くのか、切り返します。スタンディングを取らせます。
ロックアップ、アップを返します。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ロープブレイクであります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。腰を落とします。打たせません。あとリバースで返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。打撃をただ耐えたらね、僕らアメリケンって言うんですよ。肉離れの症状が出てしまうんですよ。だから上手に組みを取らないとね。なるほど。引き起こします。バックドロップの体勢、この辺り研究していますね。攻防が面白いんですよね。エルボーを入れていきます。行くのか、逆に投げてまいります。小脇に抱えます。リバースで返した。ロープに逃れます。逆水平、起こしてまいります。コーナーに登ってチョップからだけ、腕を取った。エルボーを入れていく。ローキック、エクスプロイダー、いけいけ。あっと耐えた。もうなりふり構いませんね。そうですね。ローキック強烈、小脇にかかってさせません。おっと外した。バックにも打たせない。外した。蹴っていった。そのまま後ろに投げていった。起こした。バックを取ってさせません。おっと外した。腕を取った。あっとエルボー、担ぐか。馬場さん、いや無意識の中でも気に入らないんじゃないかと思いますけどね。はい、いけるか。あっと逆に返した。トップロープを奪う。トップロープからミサイルキック、勝った。ロープに飛ばした。そのまま水車落とし、足を狙っていった。ストッピング出すのか。裏投げに転じる。引き起こす。小脇に抱え、バックドロップ、岩石砕け散る。フロントキック、このポーズ、スピアタック、足を取った。バックを取ってブラレスの芸術品、ジャーマー、岩壁の母の胸に抱かれました。腕を取った。エルボーを打ち込む。すごい顔で打つ。引っこ抜きか。ここで休みたくないですね。そうですね。ストンピングを叩き込む。担ぎ上げるのか。あった、スリーパーで切り返す。エルボー、抱き起こす。
蹴り上げていく。アルゼンチンだ。背骨が悲鳴を上げる。完璧にたどり着きました。見栄を切った。腰を落とす。打たせない。外した。ガチッと組み合った。ロープに振った。ハイキック。気合を入れた。バックを取ってバックドロップ。後頭部を通打。がっちり入った。嬉しい逆十字。ロープブレイク、ロープブレイク。いけるか。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。このポーズ。腰に手、ジャーマンスープレックス。完璧。耐えました。組み合った。担ぎ上げとの水車落とし。ノーザン行くのか。ノーザンが火を吹いた。これで時間を取り過ぎますね。スタミナないのは分かりますけどね。はい。脇固めに持っていった。バックに回った。飛びついての嬉しい逆十字。岩壁の母の胸に抱かれました。担ぐか。アルゼンチンで担ぎ上げた。ロープブレイク、ロープブレイク。見栄を切った。腰を落とす。あっと逆に繰り返した。完璧にたどり着きました。腕を取った。あーブロック。耐えました。腕を取った。アーブロック、アーブロック。耐えました。すごい音がした。立たせていく。感極まって泣き出している女性ファンもいます。あーエクスタシークライマックス。カウントは入る。カウント3つは奪えない。エクスプロイダーの体勢。裏投げ。さあ腕しぎの体勢だ。完璧にたどり着きました。キック。ガチッと組み合った。コーナーに振った。強烈なキック。腕しぎ入った。ギブアップを宣言しました。青コーナーより全日本プロレス灼熱の太陽のごとく太陽ケア入場。
イアントルネード、太陽ケアーが入場してまいります。赤コーナーより01佐藤光平入場。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。スペシャルシングルマッチ、30分一本勝負を行います。公平公平。青コーナー、全日本プロレス、185cm、106kg、太陽ケア。赤コーナー01、192cm、105kg、公平佐藤公平。公平公平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、いかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は二人ともどっか悪いというところがないですからね。いい試合になるんじゃないですかね。あっと、エルボー、腕を取った。ストマックへの攻撃であります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。組み合います。フライングメイヤー、肘を打ち込んでまいります。掴んだ、膝を使ってまいります。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。掴みます、ガードします、組みに行きます、ボディースラム、切り返します。リング内に戻ります。キック&サブミッション攻撃に自信を持っております。この男、まさにそのファイトスタイルは U を進化させたものと言っていいかもしれません。さあ、今宵もこの男が鋭いナイフのような攻撃で相手を一周していくのでありましょうか。こうやって倒れることはね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、受け身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。カウンターで切り返してまいります。鋭いキックです。腕をフックします。させません。蹴りをぶち込みます。ハイキック、フィギュアフォーレッグロック、足4の字に入ります。ロックアップ、倒してまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。抱えます、ストマックに突き刺さります。エルボーを入れていきます。ロックアップ、投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。
馬場さん、お願いします。ちょっとまだ甘いです。なるほど。キックを打ってまいります。行くのか。裏投げに転じる。ノーザ行くのか。ノーザライトが先行を放った。カウント 2.5。 一気稼いでいく。バント逆にキック。コーナーに登って馬場さん、もうなりふり構いませんね。そうですね。バント迎撃した。あと逆に切り返した。小脇に抱えバックドロップ。岩石砕け散る。すごい顔で打つ。ストバックを狙っていく。エルボーを入れていく。後頭部返事。起こした。バックに回った。バックドロップ。足を抱えた。おっと足を決めていった。耐えました。足を取った。ここはチャンスですね。ブレイクしかないんですよ。はい、スリーパーガッチリ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。ガジェット組は正面から投げを見舞った。ブレンバスター行くのか。バットバックに回った。キックが顔面を捉える。ストッピング。10分経過。勝った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。どうか。完璧にたどり着きました。強烈なキック。足を取った。バックを取って。させません。あと膝十字で切り返す。ロープブレイク。ロープブレイク。チョッパー掴んだ。あー、効きましたね。本座になりましたかね。決めに行くのか。腕をフックした。ノーザンライト。得点源まで固め。どっから来るんですかこの力は。これ無事でしょうね。脇固めに持っていった。腰にてジャーマン。綺麗な人間鏡。カウント 2.99。 イヤホー。なんとそのまま腕を取った。ロープブレイク。ロープブレイク。
青コーナーよりプロレスリングノア池田大輔入場。バチバチファイトが身上であります。この男池田大輔が入場してまいります。赤コーナーより01佐藤光平入場。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。スペシャルシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングノア180センチ105キロ池田大輔。赤コーナー01192センチ105キロ佐藤光平。さあ、運命の鐘が鳴った。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。バックドロップさせません。あっと、膝十字で切り返す。ロープに逃れます。張ります。あっと、返します。組み合います。馬場さん、一言お願いします。これはね、ボブオブですよ。フライングメイヤーで倒します。行くのか。ボディスラムです。組みに行きます。ボディスラム、スタンディングを取らせます。掴みます。エルボーでブロック。抱えます。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか？そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。腕をフックします。ストバックに突き刺さります。ロックアップ、切り返します。抱えます。強烈に打ち込みます。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、受け身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。行くのか。こうやってね、後ろに投げたところにちゃんと受け身を取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は受けですからね。腕を取ります。エルボー掴んだ。2位を突き上げます。組みに行きます。この辺り関節攻撃いかがです？こういう攻撃は後々生きてきますからね。抱えます。互
耐えます。腕を回します。打たせません。簡単にはいきません。行くのか。ストバックを狙ってまいります。エルボーを入れていきます。強烈なキック。組み合った。ロープに振った。強烈キック攻撃。ロープに振って強烈タックル。馬場さん、これはしんどいですね。一つ一つに重みがありますからね。抱き起こす。ニーリフト強烈。蹴りをぶち込む。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。馬場さん、決まり具合はいかがでしょう。そうですね、まだ辛抱できると思いますけどね。そうですか。一気加勢に行く。あとそのまま後ろに投げていく。腕しぎ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。バックに回った。猛点通だか。もう取りようがないですね。ロー打ち込む。あー、ブロック。腰にて同締めスイーパー。ロープブレイク、ロープブレイク。あっと、エルボー掴んだ。膝頭を入れていく。腕を取った。アームロック、アームロック。エクスプロイダー、いけいけ。裏投げ。10分経過。10ミニファー。勝てるか。あと耐えた。外した。エルボーを打ち込む。立たせていく。裏投げに転じる。バックを取る。打たせない。あと逆に足を取った。完璧にたどり着きました。ブレンバスター行くのか。五臓六腑に染み渡る。そのまま倒していった。チキンウイングで固めていく。すごい音がした。ラリアット投げ倒し。首根っこを掴んだ。膝を突き上げていった。足を取った。円錐蹴り。抱えた。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。ローキック。ブレインバスターで叩きつける。キックが顔面を捉える。カウントは